どうも、新役の千葉和馬です。光役の澤戸美優です。本日、稽古初日ということで、はい、もう初めまして。初めましてですね。もう最初のウォーミングアップからみんなでこう参加するというこう、和気あいでいないと、はい、いい感じで距離感が変わりましたね。そうですね、うん、どうですか、ここの絡みとしては。そうですね、僕正直一番こう関わるじゃないですか、うん、でそこのコンビネーションなんかをやっぱこっからどんどん上げていく必要がありますよね。前から2人の息をどんどん合わせて、うん、いい感じのなんていうの掛け合いというか、何見せだったらいいなって感じです。今ちょっと僕が放送気味でですね、ちょっと置いてけぼりになっちゃってる感じ。いや、しっかり食らいついていって、ちょっと後々こう一緒にイエって感じでいけたらなっていうふうに思っております。はい、見どころはどこでしょうね。そうです、まあでもやっぱ、なんていうか、主役が、おじい様じゃないですか、はい、でこの一人によってみんなが翻弄されるっていうのは、一人の力でこうみんなかき乱されるみたいなところが見どころだと思います。私個人的には最後のシーンなんですけど、はい、ああ、なるほど。ぜひ皆さんの、これはもう出ないんですけど、そこのシーンはすごく好きなシーンなので、劇場でぜひご覧ください。というわけで、ありがとうございました。